私たち JR 東海は、東海道新幹線と地域の在来線、駅ビル、それからホテル、百貨店等の事業を展開をしています。日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献をするという経営理念を掲げているんですが、この内容をですね、毎年毎年より高いレベルで実現をしようということで取り組んできています。具体的に言えば1987年に私どもの会社発足をしたわけですが、その時は新幹線は1日に231本、それがコロナ前の2019年には378本と6割増えているわけです。この間に車両はモデルチェンジを繰り返して、その度にですね、安全性、快適性、乗り心地、そしてスピードも最初は220キロだったものが今285キロで運行してるんです。日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献をするという、この理念のもとにですね、これからもこういう努力を続けていきたいというふうに思っています。 JR 東海のこういう使命は日本の大動脈機能をですね、将来に向かってより力強く果たしていくことにあると思っています。今私たちが取り組んでいる中央新幹線の建設はまさにこの目標を実現をしようということで取り組んでいるわけです。中央新幹線は今東海道新幹線が走っているこの事態は大変災害が予想されるところなので、そういう災害に強くするためにバイパスを作るというのが第一の目的ではあるんですが、もう一つこの中央新幹線は超電導リニア方式を採用することによって、東京から名古屋大阪を時速500キロ、500キロの区間ですから約1時間圏内で結ぶわけです。人口6600万人のこの要するエリアをですね、1時間圏内にするという機能実現ができますので、これによってですね、この間の人的な交流が飛躍的に高めることができて、これは経済のみならず文化も非常に活性化をするということが期待をされています。東海道新幹線は、1964年に開業して当時世界で初めて200キロを超える高速鉄道ということで、これは鉄道の世界で大きな技術的な、そういうブレイクスルーを実現をしたということでありました。しかし同時にですね、東京名古屋大阪間、これを3時間で結ぶということで大変大きな経済的な効果を生み出しました。その後の続く1960年代から70年代にかける日本経済の日本の高度成長ですねを支える大きな力を持ったというふうにも評価をされています。鉄道が持っている移動という機能は、人と人が出会って交流をして創造力が生まれ経済発展の大きな力になるということを、東海道新幹線実証したということなんだというふうに思います。私たちが作ろうとしている中央新幹線は東京から名古屋大阪間を、1時間で結ぶということで、かつて東海道新幹線が実現をしたような画期的なインパクトをもう一回果たせるんじゃないかという期待があります。私たちはこの東海道新幹線についてこれまでずっと安全、正確、快適、便利なこういう特性を磨き上げて世の中に貢献をしてきましたが、中央新幹線の建設によって、将来にわたって日本の大動脈、そして社会基盤の発展に貢献をしていきたいというふうに思っています。